次は何して遊ぶ？お兄ちゃんが決めて。何したい？うん、いいよ。高いとこ大好き。帰りたくない。お家楽しくないの。まだお兄ちゃんといたいな。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝経営者のペルソナを生み出せした木々、我らさらなる力の祝福を与え、あのね、マイコのお父さんとお母さんね、いつも喧嘩ばっかりしてるの。それで今度離婚なんだって。舞子がね、離婚嫌だって言っても聞いてくれないの。きっと舞子のことなんてどうでもいいんだよ。ねえ、また遊んでくれるよね。舞子とお兄ちゃんお友達になったもんね。月曜と水曜と土曜はここにいるから、お兄ちゃんのこと待ってるから。お兄ちゃん、そうだな、マイコね、お腹減っちゃった。ワッカ行こう。お父さんとお母さん喧嘩しないもん。前はね、お父さんとお母さんいつも仲良しだったんだよ。なんで離婚しちゃうの？マイコ聞いたんだけど、でも子供は関係ないって。マイコ離婚しないでってお願いしてるのに、お父さんもお母さんも舞子のこと嫌いなんだ。やだ、離婚は嫌。マイコ、泣いたら迷惑だよね。マイコ、もう泣かないよ。
しましまお兄さん、いた。フラフラだよ、雪。そう、よくわかったね。え、病気なの？嘘だよ、ごめんね。もう、信じちゃうでしょ。マイコ、順調なんだからね。ん？君は？ああ、あの子が言ってたのは君か。興味を惹かれてたところさ、子供を遊ばせられる大人か、共に遊べる無垢な子供かとね。お兄ちゃん、マイコ、お腹減った。たこ焼き、たこ焼き、しましまお兄さんも一緒に食べよう。いや、僕は遠慮しておくよ。じゃあね。いつも日曜日は神社にいるんだよ。塾に行く途中でね、よく見かけるな。じゃあ行こう。たこ焼き。熱い。やけどしちゃうとこだったよ。あのね、前にお父さんもたこ焼きでやけどしたんだよ。舞子がね、お父さんの口にたこ焼きをいっぺんに詰め込んだら、お父さん、うやーって言ってお父さん、最近帰ってこないんだ。もうすぐ舞子の誕生日なのに。誕生日ならお父さん帰ってくるかな。だっていつもはね、プレゼント買ってくれたんだよ。なのにね、今年は全然プレゼントの話しないの。離婚するから舞子のことなんてどうでもいいのかな。舞子と遊んでくれるのお兄ちゃんだけだよ。あげないとお家の中ぐちゃぐちゃなんだもん。お兄ちゃん、またね。あ、お兄ちゃん。
たら子供は黙ってろって怒られたの。それでもずっと聞いてたらね、うるさいって叩かれたの。お母さんもね、舞子がそんなこと聞くから悪いって言うんだよ。やっぱり舞子のこと嫌いなのかな。舞子なんかいなくなっちゃえって思ってるのかな。そうなのかな。じゃあなんで怒るの。家でしてみようかな。お父さんたちの気持ち確かめるの。舞子のこと大事って思ってるんだったらきっと探してくれるよね。舞子が家出するって言ったの、お父さんとお母さんには内緒だよ。秘密にしててくれるよね。家出するの。お父さんとお母さんには内緒だよ。バイバイ。ちょっとあなた、小学生くらいの女の子見なかった？少しは落ち着きなさい。落ち着けですって？舞子に何かあったらどうするんですか？なんだと？大体お前が勉強ばかりさせるから。あなたはいつもそう、全部私に押し付けてばっかりじゃない。じゃあ俺が悪いっていうのか？目を離すからこんなことになるんだろう。それどころじゃない。お兄ちゃんというのは君だね。舞子から聞いたよ。ピアノをサボって高校生のお兄さんと遊んでいると。なんですって？聞いてないわよ、そんなこと。まさかあなたが舞子に？
うるさい、お前は少し黙ってろ。失礼した。私たちは舞子の親です。実は朝から舞子が見当たらないんだ。部屋に置き手紙があって、舞子こんな家出ていくと。こんなことする子じゃなかったのに。あんたなんかに何がわかるのよ。舞子、どうしてこんなこと。なあ君、舞子の行き先に心当たりはないかね。頼む、教えてくれ。たこ焼き屋。そうか、あのたこ焼き屋か。よし、行こう。お母さん、お父さん、兄ちゃん、舞子、爪。舞子、無事ね。怪我は？どこも痛いとこない？よかった。よかった。心配したのよ。どうしてこんなことするの？そんなにママを困らせたいの？ちょっと、よしなさい。舞子だって心配した。いっぱいいっぱいした。離婚するって言うから舞子ずっと心配した。そのことでごめんな舞子、本当にごめん。帰ってゆっくり話そう。君には迷惑をかけてしまって、なんと言ったらいいか。兄ちゃん、内緒って言ったのに。ありがとう。一緒にいても辛いだけだもんね。ねえ、兄ちゃん、舞子、お父さんとお母さん、どっちか選ばなきゃいけないの？どっちについていけばいいのかな？舞子、お父さん大好き！おもちゃ、いっぱい買ってくれるんだよ。でも、お母さん最近泣いてばっかりなんだ。
マイコがいいのって平気かな、やっぱりお母さんと一緒が。あ、お母さんについてったら遠くにお引っ越しするかも。そしたらお兄ちゃんと会えなくなっちゃう。そんなのやだよ、お兄ちゃんと離れたくないよ。子供なんだって、離れて住んでも家族のままだって。だから舞子、寂しくなんかないよ。家族ってすごいよね。いつか舞子も家族を作るのかな。そうだよね。じゃあが大きくなったらお嫁さんにしてくれる？約束だよ。これ持ってて、舞子が作ったの。絆を得たり、ここに啓示者の力は
その才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え結社の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。マイコの父親だ。一応ね。よかったら少し話さないか。思い出話でもしたい気分なんだ。じゃあ少し歩いてしまうけどいいかな。たこ焼きおごるよ。朝子のは美味しいんだって知ってるよな。ここにいると思い出すんだ。舞子と来たこととか、家出した時もここにいたな。あの子はここのたこ焼きが好きだったな。あの子いい子だろう。本当に僕の子かと思うぐらいにね。舞子から手紙が届いてね。向こうの生活が細かく書いてあった。友達がたくさんできたそうだよ。それとウサギの飼育係になった。朝早く小屋の掃除をするんだと体操服を忘れて怒られたり、宿題を忘れて友達に移させてもらったり、結構ドジなところもあるんだな。あまり知らなかったよ。あとはね、笛のテストで褒められてみんなの前で発表したそうだ。学校の隣に公園があって、友達と遊んで帰るって。母親ともうまくやってるし毎日楽しいと。楽しいか、罪な言葉だよ。こっちは家に帰っても一人、広いんだよな部屋が。あの子も父親一人分部屋が広いのかな。大人の都合で振り回して本当にかわいそうなことをしたよ。ところで君は、いや、あえてお前は舞子に随分好かれているようだな。手紙にも書いてあった。この純真さにつけ込んだな。父親失格の僕だが、一応は父親だからな。お前のこと全然気に食わない。結婚とか絶対許さねえぞ。覚えてろ、完熟しろ。お兄ちゃん、みんな騒いでるけど舞子は怖くないよ。頑張れってお兄ちゃんが教えてくれたから。舞子、諦めない。